まあ、西口はここでなんとかね、はい、抑えたいところですよね、今でも助けられた感じなのでね。そうですね、はい、まだ月はあるというふうに自分でも感じているかもしれませんね。でも次の1球ちょっと怖いですよ、はい、ツーボールなのでね、はい、必ず振ってくるバッターなのでね、その積極性が増田の持ち味。さあレフトへ上がった、見送った、入った、ホームラン、岩崎へ大きな3点をプレゼントしました。一振りで決めた松田智博、レフトへ大きな放物線を描きました。今ホームイン、今シーズン第15号のホームランはスリーランホームランになりました。高めの変化球、そして本間さんがおっしゃってた通り2ボールからの1球でした。そうですよね、まあ、絶対データは入ってると思うんですよね。はい、エアルバッティングです。かなり高いところにね入っていきましたけども、それを逃さず打ちました松田。松田のホームランは7月9日マリーンズ戦、大谷から打っていないということになりました。15日の日にねマリーンズ成瀬から左翼ポール際へねホームラン性のあたり打ったんですけども、ビデオ判定でファールとね判定されてしまいましたから、ね、ファールでしたね、ここで15号を放ちました。しかしこれは大きなスリーランになりました。